初回はともに0点でした。自分のペースで入った武田、そして慎重に立ち上がった玉田、交代勝になりました。スワローズは4番のペタジーニから始まります。藤波さん、はい、武田の方はまさに自分のテンポで立ち上がりました。そうですね、はい、全くその武田らしさで入ってるんですけども、玉田との違いは、はい、余裕はありますね。武田の方はね、余裕がある、球数がおそらく少なくて済むでしょうね、はい、ああなるほど。初回の武田ですが3人で打ち取りました。球数は13球です。4番バッターのペタジーニに対します。引っ張っていきました。ファールです。どちらかというと武田は 2-3 まで持っていっても組み立てていくようなピッチャーで、球数はどちらかというとかさむピッチャーなんですけども ね、ただどんどんこれストライク取ろうとしてますね。あなるほど、だから先に、まあ、ストライク取って自分のペースに入ろうと、はい、それだけの自信を持って今日も立ち上がってんじゃないですか。あ打っていきました。ファーストです。力がないゴロ、山崎です。ワンアウト。前回の完封は武田124球を投げています。とにかくこの人の肩のスタミナは凄まじいものがありますからね、はい、やっぱり、キャンプでねあれだけ投げ込んでも全然平気ですもんね。はい、ペタジーニ、はい、タフですよね。そうですね、はい、124球完封しました武田。今のペタジーニへの投球最後もやはり抜きましたね、はい、ですから、はい、浅く握って、まあ、フォークボールとちょっと、まあ、スプリット、どっちかというとそっちの方ですね。あ強者の方じゃないですか、はい、まあ、5番の池山、まあ、それとですね、はい、武田の良さは下半身がものすごく安定してますよね、はい、同じその何ですかね、リズムでいつも投げれるっていうかね、だから重心が低いですもんね。そうですね、はい、2エンド1です。確かにどんどん追い込んできてますね。そうですね、もうストライクを先行させてその相手のバッターに考えさせないぐらいのね、はい、テンポを作ろうとしてますね、スライダー、おーこれも際どいコース、思わず苦笑いの武田です。まあ、変化球は今のスライダーとフォーク、はい、この2種類ですけども、外にこのスライダー、内側にフォークというところですね、今のところ。そうですね、はい、フォークはシュート回転で落ちていきます。2-2、外のボールです。131キロ。スライダーも少し速いスライダーと、はい、いわゆるスライダー、そうですね、はい、まあ2種類持ってるんですけどね、山田ピッチングコーチと高橋ピッチングコーチ、ここまで投手陣も負けを知りません。ここはスライダーで攻めました。ファーストの山崎が追っていきます。スタンドです。ここまでアベレージが3割3厘、ホームラン4本という池山です。この池山からが4本と、スミスが昨日2本打ちましたね。6本ですね。高橋が5本、はい、3人で15本ですか、まあ、ペタジーニも3本打ってますから、はい、18本のホームラン。そうですね、まあ、セントルリーグ今のところダントツのホームラン数ですけども、はい、ヤクルトのホームランの数がここまで19本です、はい、2位が広島の14本、ドラゴンズはタイガーと並んでホームランの数は最下位の5本、しかしチームは9連勝です、まあ、ホームランはいらないですね。そうですね、特にこの球場はいらないですね、はい、2-3 になりました。まあ、この球場で勝つための努力をドラゴンズはしているわけですよ、はい、それがリが1番打って、はい、まあ、立浪が5番に入っていると、
こういうオーダーの構成の仕方、まあ、例えば関川3番、はい、やはりこの 1,3,5 の選手を見ればね、これ一目瞭然ですね。そうですね。5番が立浪、今シーズンの顔、外、これは打たされました。セカンド出てきます。外のスライダー、池山完全に打ち損じです。ツーアウト。見送ればボールというところでしょうが、これは 2-3 というカウント。池山は完全に打たされましたね。やっぱりどうですか、武田ってピッチャーを見たときにテンポがいいでしょ、はい、でストライクたくさん取ると意識がね、バッターにありますから、ついこう手が出るんでしょう。テンポも関係してきてるわけですね。それだけ武田ペースでバッターがその構えてるってことでしょうね、はい、さあヤクルト新外国人選手、目下ホームラン6本のスミス。広い名古屋ドームでも関係なく川上から2本打ちました。新外国人選手スミスとペタジーニ、今シーズンのヤクルトは大砲2人が入ってきています。アベレージの方も4割3分8厘、打点が10と、こちらがペタジーニ。スミスの6番というのも怖い存在ですね。そうですね、まあ、6番7番、この下位のバッターが熱いですからね、はい、しかも今年のヤクルトはこの新戦力の、ね、活躍が非常にこれまで目立ってますよね。そうですね、開幕の4連勝はまさにスミス、ペタジーニ、そして新しく加わった高橋のこの一発の力でしたね。今シーズンからヤクルトの指揮を取る若松監督。わあ、バットの先です。これも完全に打ち損じです。ピッチャーゴロ。素晴らしい立ち上がり、依然変わりません武田です。0対0です。